あーうまレモンティーがうまい。ちょっと妹これラストにするか。ちょっとちょっとラストにするか。妹も単位がちょっとなやばいらしいから、またな1ゲームサボるとあかんからな。もう1ゲームいけよっていうちゃんとお兄ちゃんみたいになったらあかんぞ、1ゲームはいかないみたいな。1ゲーム目もいかへんし、2ゲーム目もいかへんし、3ゲーム目もいかへんし、4ゲーム目もいかへんし、5ゲーム目もいかへんしな、お兄ちゃんみたいになったらあかんね、ほんと。もう全然いかへんからな、もう大学ぼっちやから、もうなんか怖すぎていけなかったんだよね。お兄ちゃんぼっちなんでね、かわいそうに。なんでそんなに薄いの。薄い、薄すぎひん、なんかもっとなんか感情込めてかわいそうにって言ってほしかった。かわいそうに、私友達多いから。マジで友達なんか0人なんやけど0人記録を未だに更新し続けてるんやから、どうしたらいいの。かわいそうに友達0人説。もうぼっちでさ、焼肉とかも行けるし、普通になんかそれはやばい、ユニバとかでも行けるんやけど。てかこの間行ってきないけど、ぼっちでお土産は？え、お土産？んなもんあるに、ねえに決まってんじゃん。なんでやねん。そんなもんねえよ。そんなもんねえよ。むしろお兄ちゃんにくれよ、友達をな。お土産やるから、じゃあ友達くれ、ちょっと。いやいや、大事な友達やられへん。じゃ妹の女友達をもらっていく社畜。ちょ、待って、なんかやばくね。絶対嫌や。なんでなの？妹の友達には多分、社畜さん最高みたいな感じになってるはずやから大丈夫や。ちょ待って、危ねえ。ちょ待って、なんか喋ってたらやられんなこれ。危ねえ。ちょっと待って、痛い。何がどうした。頂上に抜かれた。痛い痛い。気のせいや。妹、お前はお前はタフや。お前が死ぬことはない、絶対って思ったら俺以外みんな溶けてると思ったら誰かいた、妹がいた。待って、え、大丈夫、妹アシストで、あ、やばいやばい。え、なんでこんな攻め込まれてんの、おかしくない。待って待って、押されすぎちゃうね、こっちのチーム。何があった。最後や言うのに。社畜がいてなんでこんなにやられんのや。そうか、社畜が、もっと頑張ってよ。社畜が足引っ張ってるんか。でも結構活躍してるで。さっき初めて死んだからな、そもそも。あれ、そうなん。せやで。え、ちょ待って、どこから来てんのこれ。待って待って待って、無理。あー、まあ、待って待って待って、うまい今の。待ってー、マジかよー。妹ちゃんと1ゲーム行けよ、ほんとに。多分な行かないな。はい、行きませんね。自主休校の王やからな。自主休校の王、社畜の血を引いてるからな。勝手に休校にするから。てか1ゲーム目とかマジでほとんど行ったことないわ。寝ときたいね、朝は。テスト前すら行ってないからな。ちょ待って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 、いやー危ない。オッケー、生き残った。